はい、どうも。今日はですね、また再びアップタウンと前回の動画で一応アップタウンの街を紹介しようかなと思って撮影はしたんですが、アップタウン自体がそんなに大きなエリアでもないのと、やっぱ中に入れないんですよね。厳しいガチガチよ。めちゃめちゃ厳しい。で、なかなか中でその売ってる物件とか貸し出してる物件も、まあ、たくさんあるんですけど、なかなか YouTube の撮影許可が下りないから、まあ、前回の不甲斐ない動画というか分かりにくい動画、なんか雰囲気を伝えるしかできなくて、ただ今回は撮影許可を取りましたなのでアップダウンの中にこれからあそこゲートくぐって入って、物件がこんな物件がありますよっていう、もうザ・アップタウンみたいな物件をお届けできたらなと思いますので、早速行ってみましょうなんかちょっとしたそのホテルのビラタイプのホテルみたいな、そんな雰囲気はあるよね。アップタウンに入るのに1回セキュリティゲート通ったけど、またさらにこのビラに入るのにそのゲート、そう、ガチガチだよね。今物件の前に到着して、はい、日本語で言うとまあ戸建てっていうところになります、はい、広さがなんと500平米やばい500平米、はい、まあ、これがアップタウンで、ね、そうで一応こう賃貸なんだけど、はい、まだ一応物件完成してないらしくて、一応こう玄関でその砂になってるじゃん、はい、でこの先に庭もあるんだけど、その砂になってる部分はもう全部緑が植えられるっていうことなので、はい、あのこの砂の部分はまあ緑を想像してもらえたら、中もまだちょっと若干工事中だから少しこう砂っぽいじゃないんですけど、まあ、全部それは綺麗になるっていうところで、新築の賃貸物件で500平米、うん、そう家賃予想していただければ。そうですね、最近あのうちのクライアントからも、はい、高級物件を見に行く時だけ、はい、俺のそのテンションが高い、はい、ご機嫌がいいっていう、はい、ご指摘を受けたんですけど、はいはい、まあでもその通りだからいやあのね、あれなんだよ、みんなの一応憧れとして、はい、まあ、やっぱさ住めるものなら高級物件に住みたいじゃん、大豪邸みたいなところに住めるものなら。でもじゃあ実際にそれを東京で借りようと思ったら、まあもう家賃が500万とかさ300万とかさするわけじゃん。買おうものならもう5億とか7億とかしちゃうわけじゃん。でもさ、それがエジプトだったら、まあ、20万30万とかでも借りられるような超高級物件もあるわけじゃん。ってなったら現実的にえちょっと借りられるかもってなってテンション上がるじゃん。一応その動画用には撮影はしてるけど、内心はちょっと自分が借りる用の物件を自分が借りる用の物件を模索はしているという、まあ、ついでに撮影もしとこうかみたいなっていう魂胆です。まあ行きましょうでここがまあ一応今砂にはなってるけど、もう全部緑になりますっていう、そう玄関ですっていう。でこれ玄関なんだけど、これさ俺の中の持論なんだけど、あのお金持ちあるあるでさ、お金持ち の玄関って観音開きだよねこれもだからさ、あこれで観音開きで開くってことだもんね。そうですね、だって普通のさ小さな家だったら絶対片方だけじゃん。でも大きな家って絶対観音開きだよね。そう、ただの廊下でここがリビングルームってことでしょ。こっちの先に庭がありますと。でここも今全部砂にはなってるけど、もう緑が植えられて、隣とのあれももう木とか植えられちゃうから、一切そのプライバシーはちゃんと守られてるという状況だよね。庭もさバスケットぐらいできる。そう、この庭の広さはすごくない建設途中でちょっと向こうの方に緑が見えるんだけど、これ目の前ゴルフ場なんだよね。今ゴルフ場を作ってる最中。すごくない？いやもう
ゴルフをやらないんだけど、目の前にゴルフ場あるんだったら、歩いてゴルフ場行けるんだったら、ちょっとやってみようかなっていう気持ちにはなるよね。でしかもエジプトってさ、8月とかは暑いけど、もうこの時期10月とかもすごい涼しいじゃん。もうゴルファーからしてみたら、もう超最高の環境ではあるじゃん。もう毎週ゴルフだよね。でここにパッとの練習もここでできるでしょ。いや全然できるよね。であれだね、エアコンも中の埋め込み式になってるし、うん、やっぱ綺麗だね。こっちが、あ、こっちキッチン。いやキッチンすごっ。何これ。オーブンにコンロに、やばい、何このキッチン。いや俺、いやこんなキッチン初めて見た。すごい。きっとこの真ん中に多分テーブルとか置くと、ちょうど荷物を置けたりとかもできていいっていう感じだよね。英語だよね。え、すごい、すごいな。キッチン8畳ぐらいもう、うん、すごい。すごいしか言えない。でこっちが、あ、メイドさんの部屋とかね。あ、なるほど。シャワーがあってトイレがあってっていう、なるほどね。これがなんかいわゆる、物置的な、はい、うん、こっちがベッドルーム一つ目の、うん、クローゼットがあって、うん、天井やっぱ高いな。3メーターくらいありそうな感じだよね。で、シャワールームね、こっちが。トイレ、シャワールームがあります。でもやっぱあれだね、こんだけ高級な物件でもやっぱ浴槽がないんだよな。エジプトの結構あるあるで、どんだけ高級物件でも、まあ、たまにあるんだけど浴槽。比較的やっぱり浴槽を求められてないよね。で、こっちがまあ普通、とかトイレもでかいな。で、あとは上に部屋があるんだね。いや、なんかだって階段もさ、全部石だもん。これはだから、ただのホールってことだよね。なんでもないホールってことね。で、ここからもう一個のベッドルーム。あれがいいですね、この窓の差しが広いっていうか、窓が。ああ、確かにね。で、バルコニーがあって、で、こっちもまた多分シャワールームとかだよね、きっと。あ、こっちは浴槽があった。浴槽と、うん。あ、これ屋根蔵的な感じな。こっちにもう一個ベッドルーム。あ、こっちはシャワールームとかないわけね。で、収納があってっていうことだよね。うん。そうね。で、こっちもう一個ベッドルーム。こっちも普通にただのベッドルームだね。収納とかはない感じだね。バルコニーがあります。で、トイレ、独立したトイレとバスルーム、浴槽。ここはやっぱり浴槽全然ないのかと思ったら意外とあったね。で、こっち、あ、こっちがマスターベッドルーム、一番でかいベッドルームだ。あー、でかっ。あー、バルコニーがあって、あー、なるほど。で、こっち側に、あ、もうあれでしょ、この、今便器つかないけど、うん、うわ、これ多分女子が憧れるやつ。あ、でもあれだ、もうマスターベッドルームのさ、お風呂がすごい。
ほらちゃんと浴槽とシャワーもうホテルみたいにちゃんと別々になって、でこれ多分こっちトイレでしょ。ああトイレだ。ダブルシンクです。あ、本当だ。いいね。お風呂あって、シャワーあって。しかもお風呂、結構浅いお風呂多いよね。うん。結構ちゃんと使えるね。ね、いいな。いいね、これ。さすがマスターベッドルーム。あ、ルーフ付き？今いろいろ部屋を見てきて、じゃあ条件で言うと、まあ、巨大な庭がついています。方角は南向きだね。日当たりで最高だね。500平米の新築ですね。でベッドルームが5個で、シャワーバスルームが4つ。掃除が大変だねあでもナニーさんのお部屋あったので手伝いさんがでこれ賃料がじゃあいくらなのかっていうところですが、正直いくらだと思いますか、マスさん。いや待って、マップタウンでしょ。10万エジプトポンド、まあ、75万円とかくらいかな。多分500平米だよ。だってうちのやつでだって175平米とかで1万2、3000くらいするんだからさ、って考えたらまあ10万エジプトポンドくらいでも不思議ではないよね。私正直13万エジプトポンドくらいかなって、ただそうなんだよ。だからね、高いは高いんだけど、ちょっと俺もさっき、ね、エージェントさんに値段聞いてちょっとびっくりして、あの実際答えを言うといくらかっていうと、これで1ヶ月、はい、これで1ヶ月6万5千エジプトポンド。安い、特に安い。6万、日本円にすると48万7500円。安いんだよ。だって平米単価で言ったら500平米あるから、平米130エジプトポンド。全然普通にうちが今借りてる部屋よりかなり安い。そう、なんでっていうくらい安い。え、普通に借りたい。いや確かにね、あの日本円で50万って家賃って高いんだけど、いやこのレベルをさ東京で借りたら いくらさって話じゃん。ないんですよね。そして しかもあとね、アップタウンってやっぱどこも高いんだよ。どこもクソ高くて、の割にはなんか格別に安い。え、何か事故物件なのかなって思うくらいちょっとなんか安い。ここは新築なので安心してください事故ではないけどね。そういやでも本当ここ要検討だよね。あの本当に借りようかな。はい、じゃあ引き続きまたエジプトの不動産情報をお届けしてきますので、あのチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。